この度は彼女がフラグを折られたら謎解きキャンペーンにご参加いただき誠にありがとうございます。本日この謎解きキャンペーンの解説を担当させていただきますアナザービジョンのシャルと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今回の問題、第4週目までは1週ずつ1問ずつ、そして29日に第5問目、難問第5問目が出題されるという形式でした。ではまず1週間ずつ出てきてた問題1から4問目までの解説をさせていただきます。まず第1問、第1問はこのような絵が皆様に提示されました。さあこれはどのように解けばよかったのでしょうか。これは案外簡単に解けたんじゃないかと思います。もちろんこのフォントは彼女がフラグを折られたらの公式のロゴです。そして彼女の女がふというようにこの間に挟まる文字、もちろん色も一致しています。女という字とふという間の文字はがです。それぞれ1文字ずつやってみましょう。1,2,3,4 順番に読んでみればこの答えはがおられとなります。したがって1問目の答えはがおられ。さあ2問目です。2問目はこのようなひらがなとそれぞれのキャラクター、そしてキャラクターに対応する何かのシルエットが書いてあります。シルエットは剣、お玉、そして魔法のステッキです。アニメを見ている皆さんならもちろん答えることができるでしょう。それぞれのキャラには1対1にシルエットが対応します。それらを実際に結んでみればこのようになります。そして交点となっている文字が3つありますので、それらを読んでみましょう。第2問目の答えはあかねとなります。第3問、さあここから少しだけ難易度が上がります。皆様にはこのような画像が提示されます。これはどのように解けばいいのか。足すとイコールという記号があるので、これはおそらく何か数字に変換して足し算を行うんじゃないかというふうに考える必要があります。ではどのように足し算をすればいいか。この絵を見て何かに気づかなければなりませんでした。この絵はそれぞれのキャラクターの足元を示しています。この足元を絵として表すとこのようになります。そしてもう一つ、この後ろにも少し映っていますが、公式ページにはそれぞれのキャラクターに数字が1対1対応されている部分が一つだけありました。それはキャラクター紹介のページ。キャラクター紹介のページは全ての全てのキャラクターが寮に住んでいるという設定です。そしてそれぞれには部屋番号が振ってありました。したがって全てのキャラクターに一つの数字が対応するので、それを全て埋めてみましょう。このようになります。最後のものを計算すれば502となり、502の答えは盗賊山めぐむとなります。したがって3問目の答えは盗賊山めぐむ。さあ4問目です。これは少しだけ毛色が違います。今まで絵だけだったのが、今回はこのように文字だけの問題となります。原作者の3日後にフラグをかけろ、逆から読むと誰になるか。では一つずつ考えてみましょう。原作者の3日後とは何か。原作者はもちろん武井東華さんです。武井東華さんの3日後なので、その3日後は13日というふうに考えられます。そしてフラグというのは何か。フラグというのは公式の方でフラグの日が29日だというふうに明言しています。これらをかけるので13と29を掛け算してみましょう。13×29 は377です。そして最後の指示、逆から読むと誰になるか。この377を逆から読むと誰かになるそうです。さあ逆にしてみましょう。377を逆にすると773となり、七海と読むことができます。したがって4問目の答えは七海。さあここまでの4つの問題を全て解くとキーワードが集まりました。そのキーワードの指示は店頭に行ってアプリでポスターを読み取るというものでした。さあそのポスターを読み取ってみると、皆様はとうとう最終問題第5問を手にすることができます。さあ5問目の解説に入りましょう。ここからは一切ノンヒント、発想の飛躍がとても重要になる、とても難しい難問です。
まず主人公旗手蒼太くんがそれぞれのヒロインをこれから死亡フラグを折り続けるという、折り続けるためにこのクエスト学園の周りを走り回る、駆け回るというようなシナリオです。そしてスタートは駒場東大前です。今から駒場東大前から代々木八幡に向かってヒロインを助けに行きます。そしてそれぞれの場所で問題を解くことができればヒロインの頭上にある死亡フラグを1本ずつ折っていくことができます。さあ1問ずつ見ていきましょう。まず1つ目、1つ目は5文字だけ通れというものとともに迷路が提示されます。普通に迷路を解けばいいだけですが、5文字だけ通る、このひらがなを5文字だけ通るような解き方はたった一通りしかありません。それはこちら。このように通っていくとその5文字とは男の子となります。したがって1問目の答えは男の子。さあ2問目です。2問目はこのような図形が皆様に提示されます。そしてかなの頭を拾えという問題です。さあこれはどのように解けばよかったでしょうか。この横に7個並んだ四角、そして左端が赤、右端が青、そして赤の連続がある。これを皆様特にこの時期どこかで見ていたんじゃないでしょうか。そう、それはカレンダーです。そしてさらにこれは今年の4月から5月、ちょうどここがゴールデンウィークになるようなカレンダーを示しています。そして今ここにある旗は4月29日ちょうどフラグの日に立っていることがわかります。でこの後はどうするか、皆様はここでトップページに戻り一つ気づかなければなりませんでした。この旗と全く同じものはトップページの中にたった一つだけあります。それがこちら。ツイッターのこのよく見る鳥の頭には全く同じ旗が立っています。したがってこの旗はツイッターのことを示しているということがわかります。さあ4月29日のツイッターでカナの頭を拾え公式アカウントに行って4月29日のツイートをすべて見てみましょう。カタカナで書いてあるのはたった4つのツイートしかありません。そしてそれらのカタカナの頭を拾ってみましょう。答えが口づけだということが分かります。2問目の答えは口づけ。さあ3問目です。3問目、どんどん難しくなってきます。まず一つずつ何か日本語の説明があるとともにたくさんの旗が書いてあります。そして問題文は2つのこのハートの旗から3つのハートまで順に読めというものです。さあよく分かりませんのでまずこちらから考えてみましょう。この文章、例えば主に小麦粉を原料にした焼き菓子とは何か、まあいろいろ考えますとか、あとこいつに射抜かれると恋に落ちる、おそらくこの説明している単語とこの旗の個数、文字数と旗の個数は一致しているということがわかります。そしてそれぞれの旗には1文字ずつ別の文字が入るということが分かればこの問題を解くことができます。こんなふうに。さあここまでいきました。ここで一つ発想を飛躍させることが重要です。この旗からこの旗まで順に読めとはどういうことだったのか。皆様はこの旗、いや正確にはこの旗とここにあるすべての旗を第2週以降常に見ているはずです。そう、それはすべてオープニングに出てきていました。そしてオープニングをよくよく見てみるとこの2本の旗というのは一番最初に出てきます。そしてこの3本の旗というのは一番最後に出てきます。オープニングの中ではキャラクターたちがさまざまな旗に追いかけられるというようなオープニングが展開されていました。それらの旗はここにある旗だけで構成されています。したがってオープニングから出てきた順に旗を並べてそれぞれをカタカナを当てはめて読んでみましょう。すると
オープニングにもなっているクピドレビューという答えが出てきます。したがって3問目の答えはクピドレビューです。さあこれで皆様は最後の問題にたどり着きます。今回の非常に難解な謎の最深部、最も難しい5問目の4題目です。4題目にはなんと問題文はありません。要約してしまえば、ソータがたどってきた場所の中から一つどこか行かなければならない場所を当てるというのが今回の問題です。ではそれはどこか考えていきましょう。ヒントとなるのは4題目のページの中にあった彼の言葉だけです。それぞれヒロインを救ってきましたが、主人公の頭の上にはまだ大きな死亡フラグが立っています。さあ原作の中にもありましたが、死亡フラグを回避するためにはオル以外にも方法がありました。それは新しいフラグで塗り替えるということです。今回皆様は主人公を助けるために新たなフラグを作り出さなければなりません。どのようなフラグかは彼が言葉でフラグとして立てています。これ以上に大きなフラグを立てることなんて彼は諦めていますが、皆様ならまだできます。皆様が大きな大きなフラグを立てて彼を助けてあげなければなりません。ではどのようなフラグを立てればいいのか。彼は今まで恵、茜、七海の順に救ってきました。そしてこの文章の中で彼は最後にこんなことを言っています。まだ行くべきところがある。どこでしょう。もちろんこれは大きな大きなフラグを立てるために行かなければならない場所です。ではそれを地図上で実際に確認してみましょう。主人公は駒場灯台前からスタートし、そして恵を救うために代々木八幡へ、茜を救うために初台へ、そして七海を救うために幡ヶ谷へというようにこのように駆け回ってきました。そして彼はどこかに行かなければなりません。ではどこに行くべきか。皆様ここで思い出さなければならないのは、彼を救うためには大きな大きなフラグを立てなければならないんです。そして彼が行くべき場所、彼が行くべき場所によっては大きな大きなフラグを立てることができます。それはこちら、先ほどめぐむがいた代々木八幡に戻ることができれば、彼の辿った軌跡というのは大きな大きな旗の形となります。これで巨大な旗を立てることができます。したがって答えは代々木八幡だと思うんですが、それを入力しても不正解ですと言われてしまいます。もっと深く考える必要がありました。ここで皆様は一つ違和感に気づかなければなりません。それは5問目の1から3題目と4題目との非常に些細なしかし重大な違いです。これです。お分かりいただけたでしょうか。左下にある方角を記すこの記号、今までとは形が違っていました。さらにもう一つ気づかなければならないのは、この形がとあるものと一致しているということです。これに気づくことができれば皆様は最後の謎を解くことができたでしょう。ではこの記号と全く一致するものとは何なのか。これでした。皆様が今回の最終問題に挑んだ最初の謎、その謎の迷路の中にスタートからゴールまでを示す矢印はこの方位を示す記号と全く同じでした。したがって先ほどの地図をこの方位を示す部分にぴったり合わせてみましょう。そして彼がたどってきた道を一個ずつたどっていくと、なんとぴったり一つずつ文字に重なるということがわかります。それぞれをたどってみましょう。このような答えが出てきます。もちろん1台目の指示は使えます。5文字だけ通れ。スタートから1人目を救い、2人目を救い、3人目を救い、そして彼が行くべき最後の場所は
大きなフラグを立てるためにここに行かなければならないんです。すると文字が浮かび上がります。したがって今回の謎解きキャンペーン最後の問題を解くためにはあらゆる謎を解き最後にこの方位地震の形が変わっているということに気づきさらに迷路のこの形とぴったり一致するということに気づいた上でここにぴったり合わせ彼が駆け回った場所それぞれで文字を拾う。すると最後の文字この生徒会という最後の答えを書くことができた方々が今回の謎解きキャンペーンの成功者です。おめでとうございます。さて今回の謎解きキャンペーン特に5問目は非常に難解なものでした。実は5問目はちゃんとストーリーがあってですねこう、まあ、書いてあった通りなんですが、まあ、彼が主人公が一人ずつ女の子を救っていってで最後に生徒会に戻ってくるっていうストーリーでした。じゃあなんで最後彼は生徒会に戻ってこなければならなかったのかそれを皆様にご覧になっていただいてお別れとさせていただきます。本日解説を担当させていただきましたアナザービジョンのシャルでした。ありがとうございました。